はい、どうも皆さんこんにちは、村さんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちらの機能性が半端じゃない優秀なミニ三脚を紹介していこうと思います。はい、ということで今回はですね、こちらの PGYTECH というメーカーのマンティスポット 2.0 というねミニ三脚になるんですけども、こちらの三脚をですね、嬉しいことに今回ご提供いただきました。本当にありがとうございます。そしてですね、この三脚がとにかく機能性抜群で優秀だったので、隅々までねいろんな機能を紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ早速ですね、一つ一つこちらのミニ三脚の機能を、紹介していきたいと思います。まずはですね、なんといっても、まあ、ミニ三脚ということもあるんですけども、このねコンパクトで持ち運びしやすい大きさっていうのがね一番最初に来るかなと思います。カメラバッグのですねサイドポケットにもしっかり収まるコンパクトな大きさになりますし、持っていてもね邪魔にならない大きさというところで、あとはですねこのグリップですね、このグリップ部分がこうね楕円形になってるんですよね。丸みを帯びてるので手にねこうやってフィットしてすごく握りやすいんですよね。なのでそういった意味でもですね、持っていて邪魔にならないコンパクトさだなというふうに感じました。で、2つ目としては、自撮りもできるミニ三脚ということで、まあねこの形状を見てもらったら分かるとは思うんですけど、自撮り撮影にね特化した三脚になるので自撮りがですねめっちゃやりやすいんですよね。このねグリップ部分の長さもちょうどよくて、こうね手を伸ばした時に結構ちょうどいい距離感なんですよね。なので画角が 28mm の、まあ、今撮ってるタムロンのねズームレンズの広角側が 28mm なんですけど、それでね自撮りがうまくできるかっていうのを試してみたんですけど、なんとかねその 28mm っていう画角でも自撮りがしっかりと撮れるかなという印象でした。まあでも実際にあの自撮りで Vlog を撮るんであれば、まあ、20mm とかねあの 16-35 の広角レンズだったりとか広角側のレンズを使えばもっとしっかりとね自撮り Vlog が撮れるので、広角のレンズとこの三脚を組み合わせてあげるのが一番この三脚のねパフォーマンスを発揮できるのかなというふうには思います。はい、あとはですねここ雲台がついてるんですけど、こういったね雲台がついてて、でここに、まあ、カメラをね載せるんですけど、ワンタッチで取り付けることができます。こういったねここのネジを緩めてあげるとこう自由に動く雲台がついてまして、でここにね溝が掘ってあるので、ここにアルカ水素交換のプレートが入るようになってます。なのでここのねストッパーがあるので、これが下がるようになってるんですよね。見えますかね、こう下がるようになってるんですよ。なのでカメラにねこういったアルカスイスのプレートですね、こういったものを取り付けて、このプレートはこのマンティスポット 2.0 の純正のプレートになります。こういったプレートを取り付けておいて、こうね上からガチャッともうはめるだけ、もうこれでもう取り付けできました。でここにロックレバーがあるので、これをねロックの方向に倒してやると、そしたらねもう完全にロックされた形になるので、もうカメラが落ちないというね、こういったワンタッチでのカメラの取り付けっていうのができるので、これはねすごくあの自撮りをすぐにしたいなっていう時とか、まあ、このミニ三脚をねすぐに取り出して使いたいなっていう時にすぐにカチャッと取り付けできるので、これはねすごく便利な機能なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、アルカスイス互換のプレートにはなるんですけど、自分が持っている、まあ、何個かのプレートはあるんですけど、それらはね一応全部対応しました。でもまあ対応はしたんですけど、もしかしたらね皆さんがお持ちの、アルカスイス互換のプレートで、まあ、対応していないものももしかしたらあるかもしれません。はまらないっていうものですね、あるかもしれないので、その時はですねこのマンティスポットに純正でついている今つけているですねあのアルカスイス互換のプレートですね、そちらを使っていただけたらいいかなと思います。でですねちなみになんですけど、あでね外す時はもうここのレバーを
下に下ろしてあげるだけでもうロックが外れるので、それで上に上げてあげるだけでカメラが外せるようにはなってます。でこのアルカスイスゴカンのこの純正のプレートですね、このネジがですね、あの緩み防止の機構になっているらしくてですね、こうねプレートを回そうとしてももう回らないんですよね。よくあるプレートだったらここ回したらどん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 ネジが緩んじゃうっていうことがあると思うんですよね。なのでそういっただん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 緩んでいくっていうことがほぼないと思います。これはもう結構あの力入れて回しても回らないので、もうネジを緩めない限りは基本的に緩まないっていうような機構になってます。なので動きのある撮影時にですね、カメラとプレートが外れてしまうといったね事故がなくなるので、これはねすごく安心な作りになってるんじゃないかなと思います。でまあただね、ここが六角の穴になってるので、そこだけねちょっとあの工具が必要になるので、そこはあの、まあ、常にねそういった工具を持っておくか、このプレートを常につけておくかっていうところになるので、そこはちょっとね大変な部分かなと思いました。でですね、ちなみにこういったL 型のハーフリグとかあると思うんですけど、これスモールリグのね、この α74 によく僕がつけてるハーフサイズのケージになるんですけど、でここが一応下側がねアルカスイスの互換になってるので、これがここにつくかなと思ってちょっと試してみたんですけど、まあ、結果から言うとつきます。はい、一応ねつくはつくんですけど、場所によってねつく場所つかない場所があって、こうやってねすぐ外れちゃう場所もあります、軽い力で。でちゃんとねはまる部分であればもうしっかりと固定はされるんですけど、はい、今取れない状況ですね。でこうやって固定はされるんですけど、一応こういったハーフケージでもつくにはつくんですけど、つく場所つかない場所があるので、そこは注意が必要ということと慣れが必要っていうところですね。なのでこういったアルカスイスのプレートを使うのが一番いいのかなというふうには思います。はい、あとはですね、ミニ三脚としても優秀というところなんですけど、僕的にはですねこの高さがすごくちょうどいいんですよね。高すぎず低すぎずっていうところで本当にちょうどいいなというふうに感じました。そしてですねこの三脚の面白い機能がですね、この足の角度が簡単に変えられるんですよね。まあどう変えられるかっていうと、ローアングルの撮影ができるんですけど、ここのね見えますか、ここボタンがあるんですけど、これを押してこっちの2本の足を広げてあげると、こうやってねローアングルの撮影ができるようになるんですよね。かなり低くなったと思うんですけど、でここの雲台が今角度が傾いちゃってるので、それはここの大きいボタンですね、ここを押してあげて雲台を前にググッと押してあげると角度が変わります。なのでさっき言ったようにね、こうカメラをガチャッとつけてあげると、そうするとこういったもうローアングルの撮影ができるようになると、これもねすごくやっぱりありがたいですね。僕結構あのこういうテーブルで何か作業してる時の手元を撮ったりだとか、あとは、まあ、デスクワークしてる時にそのキーボードをタイピングしてる時の映像だったりとか、そういうのをまあシネマティックな映像でよく撮ったりして使ったりしているので、こういったローアングルの撮影がこのミニ三脚でできちゃうっていうのはすごく助かるなと思いました。でしかもボタンのねワンタッチで簡単にできてしまうっていうのもかなり時短になってね、これはありがたいなというふうに感じてます。それとですね、雲台なんですけど、ここねまあ普通の雲台と同じでここ切り欠きがあるので、縦動画もねちゃんと撮れるんですよ。こうやってねカメラの取り付け位置を少し変えてあげて、こうやって傾けるとですね、縦動画の撮影もできちゃいます。最近はね、TikTok だったりとか、Instagram のリールだったりとか、あとは YouTube ショートみたいな、ああいった SNS の中で、縦動画を撮る場面っていうのはかなり今増えてきている世の中なので、この配慮もですね、すごくありがたいですね。ですね、それと自撮りがしやすい三脚というふうにお伝えはしたんですけども、嬉しいことにですね、ここにコールドシューがあるんですよね。なかなかね三脚本体にコールドシューがついてるっていうのはないと思うんですよね。なんでまあ本当にあの Vlog に特化した三脚なんじゃないかなというふうに思いました。なんでここにですね、ロードのビデオマイクロのようなコンパクトなね
マイクをこうつけてあげてカメラにつないであげると、もうねこれだけで Vlog スタイルになりました。これでねもうカメラを持った状態でマイクもついていて自撮りがしっかりと撮れる、こういうね便利なコールドシューもついてます。はい、それとですねもう一個あります。もう一個素晴らしい機能があってですね、ちょっと見えてたかもしれないんですけど、ここですね、ここにリモコンがいるんですよ。こう持ち手の部分にリモコンが埋まってて、よいしょ、こうやって取り外しできる小さなねリモコンがなんと今回ついてます。でこのリモコンで何ができるかっていうと、まあ、ボタンが4つあって、上のこの2つがですね、ズームですね、ズームの操作ができるボタンになってます。あのカメラの方で超解像ズームっていうのがあると思うんですけど、僕もね設定してて、カメラ内で 1.5 倍までズームできるよっていうような機能があるんですけど、そのねズームがここのボタンでできました。であとは、こっちのカメラマークが写真のシャッターボタンですね、とこっちの赤いボタンが動画のレックボタンになります。なので、写真のモードにしてるときと動画にしてるときのモードで、別々のボタンを使い分けるといったような、こういったねリモコンになります。でこのリモコンの使い方としては、Bluetooth でカメラと接続してあげるだけなので、結構ね簡単に接続して、遠隔操作ができるというね結構便利なアイテムになります。なのでまあ一人でね、Vlog を撮ったりだとか、どっか出先で撮影したいっていう時に、カメラから離れて写真を撮りたいとか、ちょっと動画のレックボタンを押したいとか、そういった場面がね、あると思うんですよね。で、この小さい三脚立てて、ちょっと離れて、このリモコンを持って、レックボタンを押してあげるとか、シャッターボタンを押してあげるとか、そういったね、使い方ができます。それと、あとね、このリモコン結構小さいじゃないですか。なんで、落としてなくしそうだなって思ったんですよね、第一印象。で、ここ、実は磁石でリモコンがここにね、ピタッてひっつくようになってるんですよ。ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、ここがね、リモコンと三脚が磁石でピタッとひっつくようになってるんで、かなりね、しっかり固定されるっていうわけではないんですけど、まあ簡単にね、落ちたりはしないような機構になってるので、これはすごくね、小さいリモコンなので、なくさないようにっていう風な考えで作られてるなという風に思いました。で、まだ機能がありましてですね、本当に多機能だなと感心しております。で、まあ、もう一つの機能が何かっていうと、この三脚の一番前の足の裏側ですね。はい、ここになります。ここに、カチャッと広げる足というか爪というか爪ですねがあるんですよね。これが何かというと、まあこの機能が一番ねこの三脚のメインというか見どころな部分だとは思うんですけど、この爪をどっかね壁とかですね、こういった壁があるとしたら、こう引っ掛けてあげて壁に三脚を取り付けられるというような爪になります。なんでまあ屋外で壁で引っ掛けられそうなところがあればなんですけど、そういったところにね引っ掛けて、ちょっとまあ地面が悪いところだったりとか、まあ、ちょっと俯瞰気味で撮りたいなっていう場合だとか、そういう時にねこの機能が結構ね役に立つんじゃないかなというふうに思います。まああんまり使う場面はないのかなとは思うんですけども、まあ一つのねちょっと変わった撮影ができるというような選択肢が一つ増えるので、そこはねすごく面白いなというふうに思いました。はい、で PGY テックのマンティスポット 2.0 というミニ三脚なんですけど、まあ、お値段としては、Amazon で 11,880 円というお値段でした。でこの自由運台とリモコンがついた、まあ、まんまこれのセットですねになると思うんですけど、それで 11,810 円ということで、まあミニ三脚の中ではちょっと高いのかなという印象ではあるんですけど、今ねご紹介した通り凄まじい万能な三脚になってるなというふうに個人的には思ってるので、まあ、そのぐらいの値段してもおかしくないんじゃないかなというふうには思っております。なのでね、まあ、実際に手にして使ってもらいたいなと、おすすめできる三脚だなというふうに個人的には思ってますので、まあ、もしね、もっと自撮りをね、効率的に撮りたいっていう方だったりとか、もっと使いやすい三脚を探してるとか、まあ、ミニ三脚だけでもしっかりと使えるね、三脚ですし、そういった三脚を探してるっていう方がもしいればですね、この動画を参考にしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ということでいかがだったでしょうか。本当にね、この今機能をね、たくさん紹介したんですけども、実際にね、まあ1ヶ月ほど使ってみて、かなり、機能が多すぎるんじゃないかっていうぐらいの三脚だなというふうに思ってます。なんでね、こういったローアングルの撮影だったりとか、コンパクトなので机の上に置いたりとか、あとは遠隔操作ができたりとかですね、いろいろ機能があるので、この三脚はね、これからもずっと、僕的には使っていくんじゃないかなというふうに、今思っております。はい、ということで今日はですね、この辺にしておきたいなと思います。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、それとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それと、Twitter や Instagram 等の SNS もやっておりますので、ぜひね、そちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。